屈指の貸し組合長の渡辺さんに来ていただきました。渡辺さん、よろしくお願いします。早速なんですけど、この2つは何ていう名前のお菓子なんですか？これはね、こっちが伊賀まんじゅう、こっちが塩あんびんです。塩あんびんは何が入ってるんですか？もち米と小豆だけが食物繊維の方法だから、健康にも、嬉しい。これは女の子も嬉しいですね。いただきます。どうですか味の方？お雑煮にして食べたりもできるらしいので、すごいなんかいろんな味付けで楽しめると思います。焼いて食べる人結構多いんです。あるっていうのも砂糖つけたり、きな粉つけたりとか、いろんなね、食べ方豊富にあるんですよ。美味しそう。これでこのままいただきます。なんか香ばしくなりますね。そうだよね、こちらは何ですか？これは蜂蜜です。蜂蜜、また違った美味しさができますね。これ女性がすごく好きな味だと思います。なんかこの蜂蜜の甘さとこの塩あんびんのしょっぱさがすごいいいです。本当に美味しい。次はこの伊賀饅頭を。はい、どうぞ。何が？赤飯です。赤飯、赤飯なんだ、すごい。この辺はまあこういうやり方で、四国のやつは中にね、お赤飯の中入ってます。いただきます。甘いんですけど、赤飯の塩、そうだね、甘いんですけど甘すぎず、すごいもっちりした感じで優しい味です。この2つのお菓子はなんで久喜市の特産品なんですか？この周りしかなかったからですよね。利根川の沼泉で、目沼から大体野田あたりまでしかないんですよね。渡辺さん、今日は本当に美味しかったです。ありがとうございました。ぜひワンカットワンクッキーへのご協力お願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。だから、孫にも話しておく。ぜひお願いします。